皆様こんばんは。本日は謝罪したいことがあり動画を撮りました。ことの経緯をご説明します。1月30日の夜にユータイム朝一ラムクリ判別方法という動画を出しました。この動画内でもご説明したのですが、この動画を作るにあたって私はいろんな情報を参考にさせていただきました。インターネットの情報、ツイッターの情報、雑誌社の情報、直接の友人の情報、これらを参考にさせていただきました。その中でも私が特に参考にさせていただいたのが、有料ノートを扱っているノアさんという方の情報を特に信用して参考にさせていただきました。普段私は動画などの発信をするときに、全部は無理にせよ、なるべく参考にした方に声をかけて発信をするようにしております。例えば、何時までパチンコ打ったらいいのという動画を出したんですが、その時は、マッツンさんのサイトを引用させていただきました。はい。その時はマッツンさんに声をかけました。今回の動画内でも使いました、リングの画像をデチャウさんというサイトから引用しました。それは動画の中でも使わせていただいた旨を書いております。はい。ただ、今回は動画の中で、ノアさんのことは何も触れずに動画を発信をしました。理由なのですが、すでにインターネットに出回っている情報の一つだとその時は判断をしました。もう一つが、雑誌社など企業に連絡をしていったらキリがないということをその時は思いました。ただ個人的に有料ノートとして販売をしているノアさんにはご連絡をするというのが道理であるというふうに思いましたので、後からになってしまったのですが、謝罪動画を撮らせていただいております。相手の気持ちを理解するのが弱い私ではありますが、ノアさんの気持ちを考えると、僕よりも何十倍も時間と手間暇をかけてノートの作成をしたと思います。それが何も断りもなく、明らかにノアさん自身のノートの情報も使って発信をしているっていうのは、ノートの売り上げにも関わることっていうのはもちろんのことなんですが、それだけではなく、なんで一言連絡をしないのかなというふうに不愉快な気持ちになったと思います。今回の件で動画発信後にはなってしまったのですが、初めてノアさんにご連絡をしました。細かいどういうやり取りがあったのかというのは伏せさせていただきますが、今回の件は私のことをお許しいただきました。ノアさん自身は、まあ、文面上のやり取りですので、内情までは理解ができないんですが、決して怒っている様子などはなく、一言ご連絡をいただいたら、お互いにとっていいことがあったので、一言なかったのが残念でした。ただ今回はもう気にしないで大丈夫ですよと、これからも応援してますという一言を言っていただきました。今回の件ですが、完全に私が周りの方への配慮をかけた自覚のなさが原因です。特に個人で販売をしている、しかも参考にしているノアさんには個人的なご連絡をするのが人としての筋でした。はい。そちらをかけてしまい、多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。また、動画のですね、私が過去に自分が撮った写真だと勘違いして保存していたのですが、一部、ノアさんの写真も使ってしまいました。そちらもお許しいただけたのですが、そちらも合わせて申し訳ございません。はい。今後なんですが、より一層周りの方々の気持ちを理解できるようにして、他の発信者の方もそうですし、見ていただいている方も安心して気持ちよく見えるような
動画をできる限り作っていきたいというふうに思います。はい、以上謝罪の動画でございました。最後までご覧くださりありがとうございます。今回は申し訳ございませんでした。